セブンイレブンの宇治抹茶クレープだよ。うん、抹茶のすっきりしたいい匂いがしますね。とてもしっとりしたクレープですね。今にも壊れそうです。おしゃれな角度で切り込みを入れてみます。あはは、はい、こんな感じ。抹茶のクリームと普通の生クリームと真ん中のペースト状のものは何だろう。ゼリーみたいな、あんこみたいな感じですね。噛みついちゃっていいかな。ガブリ。これは優しい、もっちもちしてて柔らかい、優しい甘さがします。クレープもしっとりとしていて、洋菓子というよりも和菓子っぽいですね。真ん中は多分あんこですかね。抹茶のあんこなのかな。とても味わい深いです。うん、かしわ餅なんかを食べた時のクチクチ感と言いますか、なんていうのかな、お団子食べた時のクチュッとした食感が残ります。とはいえ歯にくっつくというわけでもなく、和洋折衷のとてもいいバランスに仕上がっています。パティシエさんが丁寧に丁寧に作っているのが伝わるお菓子ですね。ごちそうさまでした。本当に甘さ、食感、すべてが優しいスイーツでした。セブンイレブンの宇治抹茶クレープは税込み205円。スイーツ界のゆるキャラ認定しちゃいます。クマプップ北極チャンネルでは、食レポを中心にいろんな商品の紹介や楽しいことにチャレンジしていくので、チャンネル登録お願いします。クマプップのメインチャンネルもよろしくね。